ハロハローどうも、吉本興業所属のジョビンです。このチャンネルはアクセルハウスさんの提供でお送りしております。今日はライジンランドマークがあって、今回ね、カードね、すごい弱くて、でもこういう興行こそ神興行になったりするっていうのが今までの思い出があったんですけど、正直きつかった。まあでも、こういう大会もあるけどね、マジで。もうしょうがない。それに関しては。ね、蓋を開けてみないとわからんし、そう、選手の欠場があったりとかね、怪我とかもやっぱもうつきもんなんで、まあしょうがない。しょうがないけど正直、終わった後の満足感で言ったら、ここ数年で俺はもう最低レベルです。最低、ぐらいの感じでした。はい。ただちゃんと一試合一試合、きちんと見てきたので、はい、感想を述べていきたいと思います。よろしくお願いします。まず第1試合。後藤譲二 VS 日比野エビ中純也。てか僕ね、これ2時からと思ったぞ、今日。てか、いつも14時から始まることが多いから、ちょっとそれでこの試合はリアルタイムでちょっと見れなかったんですが、後から見たんですけど、いや、後藤譲二強いな。いや、柏村が決めれなかった相手を、決めるっていうのがまずすごいし、ね、またこれね、いつも俺が言ってることなんだけど、もうバックキープができないやつが多すぎて、まあ、太田寿郎選手とかもそうなんやけど、バックついてんのに、まず足を入れろって思うの。もうこれでも、UFC のトップファイターとかもね、やってる人多いし、柔術家とかグラップラーはちゃんとやれてる。でもこれをできないやつがマジ多すぎるんやけど、もう後藤譲二は素晴らしい。そう、もうまずバックついたらもうすぐ足入れてて、そう。で、そっから4の字。だから、日々のエビ中側からしたら、足を入れさせるのがとにかくまずいの。後ろ向くのはまあまだいい。でも絶対足のケアはしたい。で、片方だけでいいから足をケアするの。で、片方をもうすぐでも入れてたけど、後藤譲二が。片方を入れられて、そっから4の字に変えられてて、そもそもやっぱ片方を入れさせるのがもう大問題。まあでもこれに関しては、ね、日々のエビ中ジュニアが悪いというよりも、後藤譲二が素晴らしいし、長男亮が素晴らしいなと思ったけど。やっぱさすがやなぁ。さすが。やっぱ4の字になったらなかなか逃げんの難しいよ。だからそもそも足のケアをするべきなのよ、後ろ疲れたら。4の字されたらもうマジ厳しいから、誰とかやっても。まあ、返し方もあるんやけどね、ちなみに4の字になっても。でもやっぱり返しづらい、かなり。で、2ラウンド、まあ、ツイスターに関しては、ツイスター、俺も練習でね、やったりやられたこともあるけど、まあ、これは、まあな、単純に、返し方がわからんかったっていうのと、まあ、実力差が正直ないと、こんな無理やけどね、実力差っていうか、フィジカルに差がないと難しいと思う、俺。こんなね、フィジカルあるやつには通用する技じゃないもん、まず。でも、すごいね、2試合連続でこういう技で決めんのって。あんま俺初めて見たかも、2試合連続この技で決める人。特にメジャー団体で。いいよ、こんな武器があんの。面白いわ。しかも打撃も強いし。で、打撃で行くと思ったらこうやって組みに行ってね。で、まだそこが見えないっていうか、この、エビ中に勝ったのもマジ単純にすごいのわかるんやけど、今上位陣とやってどれぐらい活躍するか、どういう試合になるのかって、俺も想像できない。ちょっと見たいよね。いろんな組み合わせみたいわ。めっちゃいい選手と思う。まだまだそこが見えないんで、今後楽しみやし、ちょっと上位陣とか、見たいカードがいっぱい。はい。そんな感じで、ほんとさすがトライブ東京 MMA 長男寮と思いました。はい。では、次いきます。第2試合。トケシ公平 VS、井上優作。ちょっとこれね、残酷な試合になっちゃいましたが、トケシさんが今何歳なのかな、トケさんやっぱりかなりダメージ溜まってると思う。今が36ぐらいかな。かなりミャンマーラウェイとか、しかも失神してんのにそのまま続行したりしてるでしょ、過去に。もうダメージあるな。やっぱ反応が悪いもん、見てて。でも、井上選手、やっぱもう俺がね、言ってた通り、ステップ踏みまくって、でさ、すごい素晴らしいと思うし、最後の飛び膝からの右フックかな。あれはまあ、食らってしまうのもわかるよな。なんか、え、そこでパンチ組んのって感じで、しかも強いし、あれめっちゃいいよな、コンビネーション。膝蹴りでまた完全に、ね、体勢整えてないのに着地して、その間に右フック打ってて、あれを食らってしまうのはわかる。あれは見事でしたね、井上選手。井上選手がどの程度俺モチベーションあんのかとか全然わからんないけど、まあ、今回記念参戦の可能性もあると思うし、まあ、でも上目指す気がするけど。まあ、この試合だけでは井上選手の全貌が見えないっていうか、もう間違いなく強いとは思うんやけど、そう、後藤譲二と一緒で、ちょっと、もっと見たいですね、いろんな組み合わせ。そう思うけど。で、トケスさんはね、今回で引退って言ってるみたいですけど、ただ俺またタイプ的にやりたくなるような気がするけどな、トケスさん格闘技好きやし。
でもね、やっぱ木村みのりのドーピングの時も思ったんやけど、ダメージってそれすぐ出るもんじゃないと思う、後遺症とかって。やっぱり、いや、まあすぐ出る時もあると思うけど、10年経ったり20年経った時にすごい出てきたりもするから、トキさん、もう今の時点でやめても結構後遺症心配やけどね、俺は。どの程度後遺症出るか分からんけど、相当なダメージは溜まってるはず。最近見る試合もね、休養巻きが多いし。だから木村みのりのちょっと話に戻っちゃうけど、の相手ダリちゃんとかも今は大丈夫、でも10年後20年後どうなるかわからないよね。例えば今日俺は配信で言ったけど、山本義久選手とかプライド時代の、とか、もう今もロレス回らないような状態になってるし、それはマジわからないよね。まあ、桜庭選手とかもちょっとそうか。ね、本当にもう、トケシさんはやりきったと思うし、ミャンマーラウェイでチャンピオンにもなってるよね。で、それでね、人間としても素晴らしいし、もうここでいいんじゃないかと、まあ、本人がね、これでやめるって言ってるけど、いいと思う。マジでね、人格者で素晴らしい人間なんで、別に選手にこだわらんでいいと思う、トケシさんに限らず、ね。いろんなトレーナーって道もある、違う道もいくらでもあるから。ね、人生一回しかないから、後遺症とかね、残ったりダメージとか本当に残ったらね、良くないと思うので、はい。今までお疲れ様でした。はい。で、井上優作はとりあえず今後ね、いろいろ試合見たいと思います。はい。では次いきます。第3試合、ビクター・コレスニック VS 高木亮。これはでもね、高木亮やっぱ強かったな、強かったんやけど、やっぱ高木亮側は、まあ、パンチっていう選択肢しかないよね。そのパンチは相当止め抜けて強いんやけど。で、コレスニックは、パンチもできる、蹴りもある、さらにテイクダウンもあるって。そらでもね、この3つと3種類を使えるコレスニックとパンチしか基本的にない高木では、そらコレスニックの方が有利になると思うよ。やっぱ蹴りとかテイクダウンもね、できるようになったらめっちゃいいなと思うけど、まあ、ちなみに俺も打撃はパンチしかできないんですけどね。そう。俺もできない、そういう穴はあるんですけど。でもやっぱ蹴りができた方が、ただね、蹴りができるってやっぱあんま蹴りって有効じゃなくて MMA で、なぜなら掴まれたりするから。掴まれたりするし、そう、なかなか効かせるって難しいから、そう、まあ、そこまで重要ではなかったりもするんやけど、そう。でもやっぱ使えるに越したことないよね。で、やっぱ蹴りが素晴らしいし。まあ、高木はでも下がりすぎたよね。下がっても待ちすぎたと思う。やっぱ下がってる方が負けるケース多いよな。でも、テイクダウンディフェンスであったりとか、立つ能力とかは思った以上にあって、そこ素晴らしいなと思ったね。やっぱストライカーとしてもそこはちゃんと対応できてるっていうか、その組み技の、そう、相手が組み技にね、持ち込もうとするタイプに対して。そこはね、思った以上に良かったけど。でもめっちゃ頑張ったと思うし、いや、これめっちゃ嫌な相手と思うよ。コレスニック、ビクター・コレスニック。俺も絶対やりたくないし、ファイターだったら。よう大健闘したと思うけど、この若さで初めての大舞台で。高木亮には絶対もう一回チャンス与えてほしい。そう思うけど、大臣で。まあ、大臣に育てていいと思うけど、まあ、またね、パンクラスとかでもいいと思うけど、こっから絶対俺浮上してくるような人間と思うけどね、高木亮は。めっちゃいい選手と思う。まあ、今回の俺敗因としたら、まあ、蹴りができない、テイクダウンできないもあるけど、やっぱり下がりすぎなのと、まあ、体も止まってたよね。そう、なんか待ちすぎたかなって思っちゃいます。まあ、待つ気持ちもわかるけど、こんな蹴られたら。めっちゃ気持ちはわかるけど。でも今後の高木亮にはもうすごい期待大です。はい。では次いきます。次が村本雄太郎 VS ホゼリオ・ボントリン。やっぱ村本は打撃いいような距離感がいい。なんか村本に打撃当てるのって難しいのはもうすごいわかるわ。なんか想像してみたら。めっちゃ距離がいいか。まあ、中村優作とかも距離がいいけどね、すごい。遠い距離で。MMA の距離でしっかり戦えてる。めっちゃ距離感がいい。で、打撃のキレとかに関しては村本って感じがして、打撃だと全然チャンスあるなって思って見てたんやけど、やっぱフィジカルの差を感じたな。もう体の強さがもう全然違うとやっぱボントリンがそこをだいぶ上回ってるから、そらこういうきつい試合になっちゃうよな。まあ、下になった時の立ち方とかも素晴らしいもんがあるんやけど、やっぱもう単純にフィジカルの差と思う。ボントリンに勝つんだから、ね、よくね、元矢勝ったなと思うし、バックの対応とかも、寝技の下になっても、マジで村本もいいし、なかなかグラップラーに負けるような選手じゃないと思うんやけど、ただボントリンにはちょっと何回でもちょっと現状厳しい感じはするけどね。村本はマジね、いい選手と思います、ね。で、ボントリンは、もう、ダークホースっていうか、これも、コスタニックもそうだけど、俺、ボントリンもすごいやりたくないね、俺がファイターなら。勝っても別に美味しくないし、焼きに強いし。いやーな、これガンガン前に来るからな。ちょっとボディとか有効に使えた感じしたけどね。あと首相撲すごかったよね、そういえば。やっぱ首相撲とかこういう、なかなか MMA ファイターで使えんような、組力がやっぱあるから。ねえ、村本も頑張ってる。まあ、ボントリンね、マジやりたくないでしょうね、誰も。でも今後も出てくるでしょうね、コスタニックもボントリンも。ね、
まあ、今後もボントリーには注目です。まあ、強いのはもう間違いないんで、はい、誰が見ても。はい、では次いきます。次が渡辺彩香 VS 町選手。この試合すごい期待してて、俺も裏メインと思ってたんやけど、正直かなり期待外れでした。で判定は俺渡辺が勝ったと思ったけどな。いや、俺はグラップラー好きっていうか、まあ俺ももうね、試合ではストライカーだったけど、もう今完全にグラップラーで、グラップラー志向になってて、やっぱテイクダウンの姿勢とか、なんかフィニッシュ行こうって姿勢がすごい見えるから、町選手は。だからそこ優先にしてあげたいって気持ちもあるんやけど、でも、ダメージ優先って話じゃないの。そう、ヒルヤ対伊藤勇気とか見てても、俺はあれヒルヤの勝ちと思ったけど、でもダメージ優先で伊藤勇気。まあそれだとわかる。うん。なるほどなと思ったけど、それだったらこれもう、渡辺彩香なんじゃないかなって、まあめちゃくちゃおかしい判定とは思わんけど、と思ったけどな。ただ渡辺彩香は俺この負け方すごい後悔すると思う。まあわかるんやけど、この気持ちがね。そう、テイクダウンも警戒するし、わかるんやけど、でもね、俺何度かこれも言ったことあると思うけど、テイクダウンを気にして、なんか腰が引けてたら余計にテイクダウンしやすいからね。だからもう今日最高のお手本があった。佐藤翔子。タックルみんな、太田がタックル強いって分かりきってるから、みんな腰が引けて後手後手になってしまうけど、それだったらダメなの。ああいう風に前に行かれた方が太田も組みづらいから。うん、そこが佐藤翔子の今日の一番の良さと思ったけど、渡辺は待ちすぎ。そんな恐れるようなことじゃないと思うよ。正直そんなに決めはないわけやし、テイクダウン能力も、まあでもテイクダウン能力は結構あるけど、町選手もタックルが遠い、とにかく。遠いし高い。でも四つはいいよね。四つの投げはいいけど、やっぱりキープ力はあんまりない。って感じだったかな。なんかビビりすぎたよな、渡辺彩香は。で、町選手は、そんな正直打撃とか綺麗なフォームじゃないけど、なんか、ね、頑張った試合っていうか、もっと行ってほしかったけど、頑張ったなと思うんやけど、これそもそもやっぱ渡辺の勝ちと思ったけどな、思ったけどもっといけと思ったけど、両者に対して。ねえ、これ町選手も勝ったからいいけど一応。これ負けてたらめっちゃ後悔すると思うけどな。まあでも特に思ったのは渡辺選手が、打撃たらたるのになっていう警戒ばっかりして、単発やし。やっぱサイドステップ使うのはすごい良かったけどね。町選手は基本的に縦の動きやけど、渡辺選手はずっとサイドステップ使って、あれはいいと思うけど、手数が少ないってマジで。めっちゃパンチとかいいんやけど、ちょっと期待外れに終わっちゃいました。はい。で、この、まあ、女子格、じゃあ、町選手が、じゃあ次ね、伊沢聖華とやるかってなったら全く乗れんし、難しいよね、こうなったら。ここで渡辺がね、戦列な KO とかしてたら、伊沢聖華戦もありだったと思うけど、負けちゃったし、町選手もね、まだ大事に育てた方がいいと思うし、ちょっと難しいところや。まあ、町選手は、まあ、打撃、まあ、グラップラーだったら打撃磨く必要もないと思うけど、テイクダウン能力をもっと磨いて、あと寝技のキープ力磨ければなって思います。はい。では次いきます。次が、第7試合、イゴール・田辺 VS アニマル・コージ。こんなんさ、もうイゴール・田辺がもう、勝つに決まってるからね。あんまり言ったら ZD さんが怖いんやけど、俺。もう勝つに決まってるやん、こんな。もう見るまでもないで、なんか冷めたわ。で、テイクダウンしてる。てかもう俺一番すごいと思ったら、正直俺十字はめっちゃ雑やなと思ったけど、下になった時。上からマウント取った時から、十字は、そんな雑な十字すんのって、まだやっぱね、試合で、MMA の試合でいつもの十字と違う感じで緊張とかいろいろあったと思うけど、それは思っちゃったけど、でも何よりもパウンドがすごいよね。手が長いからかな。イゴール・田辺の。パウンド何あれ、あのエグさ。もう見るからに。誰が見ても重いね、わかるよね。肘とかもパウンドも。あれやっぱ十字使ってパワーないやつがね、めっちゃ多くて、フィジカル弱いやつが多いと思うの、俺は正直。で、強いパウンドも打てへんけど、めっちゃ強いやん、パウンド。もうあれでも仕留めれてたよね、全然。いや、すごいわ。いや、パウンドまですごい。ただね、まあ、最後のまあ三角も良かった。まあ、三角に関してはまあ、まあ、アニマルコーチがこの短期間でね、あれを防ぐのは難しいんでしょうけど、まあ、あれはわかるやんと思うんやけど、防ぎ方とか。パウンドがマジすごかったな。でもね、なかなかこの、ね、イゴール・田辺の相手がおらんからな。まあ、ドンファンでいいよね。あのドンファン、イム・ドンファンだったっけ、スタリオの相手。あれにもう一回ちょっとチャンス与えるべきと思うし、ドンファンか、中村慶太郎だったみたいけど、まあ、中村慶太郎はでも階級違うか、一個違うし、さらに70に下げようって話もあるのか。相手がおらんのかな、イゴール・田辺があんま乗れへんよな。イゴール・田辺のせいじゃないけど。って思いますが、はい。ちょっと強いやつと見たいです。もう未知の強豪でもいいから、ちょっとちゃんと強いやつ当ててほしいわ、イゴール・田辺。はい。そう思います。では次いきます。次が、第8試合。
中村優作 VS ヒロヤ。てかちょこの試合をね、語る前に試合後のインタビューで記者のやつのなんかツイッターに流れてきて見たけど、マジやばいな、あいつ誰、あれすごいよな、めちゃくちゃ高圧的に上から中村優作に、なんか自分が見た限り負けだと思ったんですけどって、なんかすごい言い方で、あれ普通に気分返したわ。何この言い方は、なんて記者か分からんけど、まあいいや。で俺は判定は、これ中村優作が勝ちで妥当やし、なんでヒロヤに勝ってんのか、ヒロヤに入ってんのかなってもう疑問に思いました。だってやっぱりでも統一してほしいやん、ジャッジを。ダメージって話じゃないの、俺ダメージって話で聞いてるから、もう今回中村優作の完勝やなって思ったの。佐藤翔光もそう、でもどっちなん、はっきりして、ダメージって話じゃないので、ダウン奪ってるし、もう KO 寸前まで行ったから、それは中村優作じゃない。もちろんポジショニング取られたりとか、あと俺は判定は妥当と思うけど、中村優作が3ラウンドちょっと流しにかかってんのはちょっと、それはすごい冷めたけどね、明らかに流しにかかってきた気がする。なんかもうダウン取って勝ってるからっていうんで、とりあえずフィニッシュさえされんかったらいいよなっていう俺は姿勢妥協に見えた俺は。なんかそういうファイターはちょっとね、一格闘技ファンとして個人的には冷めちゃう。だって武田浩二そんなこと絶対やらんもん、まあ、ヒルヤもやらんと思うしね。まあもちろん疲れてたっていうのもあると思うけど、俺は流したように見えたな。で判定まあ微妙だったし、まあ俺は中村優作と思ったけど、でもヒルヤに入ってもまあゼロじゃないなと思ったから、これで負けたらやっぱ後悔したと思うし。ヒロヤはテイクダウンはいいんやけど、そっから正直何か欲しいよね、武器が。まずパスを覚えたいけど、パスガードサイドついて、パスガードもあんまり分かってない感じするし、そっから決めもないし、でキープ力もないし、でもテイクダウンはいいけど、タックルテイクダウンはめっちゃいいと思うよな。であと打撃の距離が近すぎるって、やっぱりまあね、もう位置が近すぎて両方の攻撃が当たる距離でやろうとするから、もう結構運試しになっちゃうよ。朝倉未来そんな距離じゃないことない、朝倉未来はさらに一歩離れてるよ。でそっから出入りすればいいんやけど、すごい近いから見てて危なかった。で実際ダウン奪われてやばかったしね。まず距離感直した方がいいと思うけどな。で距離が離れたらそのテイクダウンももちろん遠くなるんやけど、だから離れた位置で一歩踏み込んで入ればいいの、タックルを。そう、最初からもタックルの距離で戦ってしまってるから、そう、その距離感を直せばいいと思うけど、その別に目もいいしね。あとまあね、課題だらけやけど、やっぱテイクダウンからの攻め、でも全然覚えれると思うけどな、こんな、体弱いわけじゃないし、こうやってテイクダウンができる能力があるんだったら、キープできる能力も絶対あるってやり方分かってないだけで、テイクダウンが一番難しいと思うもん、フィジカルないと無理やから。だからそのフィジカルがあるんやし、抑え込みもできるって決めも、そう思いますが、はい。で、言った通りやっぱりね、まあ俺は別にマッチメイクするような権利もないんけど、やっぱヒロヤは当分俺はね、ライジン出るべきじゃないと思うし、と思うけどね。やっぱりそれはそういうもんと思うけど、まあ人気あるからまた出てきそうやけど。まあでもね、この試合はでも確かにこの試合また良かったよな、ヒロヤの試合は。でもやっぱある程度結果で判断するべきとは思うから、出るべきじゃないかなと個人的には思うけどね。はい、そんな感じです。では次いきます。第9試合、梅野源氏 VS 斉藤優斗。この試合もいいか。この試合は一言だけちょっと言おうかな。じゃあ妻梅って何、普通に使ってるけどアナウンサーとかが妻梅って何、はい、ちょっとそれだけちょっと疑問に思いました。普通に笑うこと使ってるもんな。はい、では次いきます。第10試合、伊藤勇樹 VS トップのいいキューラム。伊藤勇樹は花があるって言われてて、すごい人気あることも知ってて、いい選手なのことも俺も知ってる。でもまた敵に回すこと言っちゃうけど、言動と試合が俺ね一致してない気がする。マジで言動だけ言ってたら、見てたらめっちゃいいファイターとか、もう好戦的なファイターだけど、今回も結局全然なんか持ち味出してくれてないし、手数も少ないし、マジいいもん持ってるのもう分かりきってるんやけど、なんかな、と思うけどな。もっとなんで言ってくれへんので。俺これちなみにトップ の勝ちだったかなと思ったけど、もさあないし、まあどっちでもいいんやけど、やっぱ蹴りの印象とか、蹴りの印象とかで、あとまあアグレッシブにやっぱトップ のが言ってるように見えたけど、で伊藤の方が単発やし、で伊藤はめちゃくちゃ目いいよね。
普通なら KO されてるようなワンツーとか何回もね早く打ってたけど、トップの絵がそれを見切ったりとかすごいんやけど、もうちょっと行ってほしい、マジで。もうと思ったらいい選手なのにもったいない、すごいフラストレーション溜まったこの試合。まあ、ただ分かるよ、トップの意味ではこんなね、ムエタイの超強豪相手に打撃で息切れんの分かるんやけど、じゃあタックルをもっとちゃんと行ってほしい。それはでも本当組み技をサボってきたのが出てると思うけどね。やっぱタックルがちゃんと入れてないもん。取れるって普通に入ったらトップの意味は。テイクダウンを。そう思ったら打撃で打ち合う必要ないけど、テイクダウン行くなり、トップの意味からテイクダウン取れへんのはちょっとね、ちょっとまずいと思うけどな。いやいや、対応いいよ。いいんやけどね。もちろん、トップの絵もいいんやけど、全然取れると思うけど。例えば、ヒロヤだったら俺取れると思うよ、テイクダウン。アーセンとかだったら当然取れるし。打撃が強いのはわかるんやけど。でも、それがテイクダウンが難しいんだったら、もうちょっと打撃で行ってほしかったと思った。もうめっちゃ目もいいんやし。フラストレーション溜まったわ。マジもっと手出してほしかった。本当に。そんな感じかな。で、トップの意味は別にもう見たくないけど、俺は。大臣で。別にその見たい組み合わせも思いつかんわ、俺。トップの意味。伊藤祐樹は誰かな、まあ、伊藤祐樹はね、ちょうどいい門番になりそうやけど、なんか、鼻あるし、なんかトークとかね、SNS 盛り上げてくれるし。でもマジ、もっと前に行って、もうちょっと攻めてほしいわ。マジでいい選手なしてるから、本当にもう僕からの、本当に願いです。はい。では次行きます。ちょっとごめん。俺試合飛ばしてたね、一個。超重要な試合。ごめん、今気づいちゃったわ。貴健心対、アラと怪獣キラー、秀樹。ごめん、なんかこれ飛ばしてたね。ちょっとごめん、順番前後しちゃって。すいません、すいません。これ俺本日ベストバウト。俺の中で。俺、アラと選手のファンになりました。ね、もちろん俺は貴健心ね、ご飯行ったこともあるし、ちょっと頑張ってほしいなって思いももちろんあったんですけど、いや、まあ1ラウンドで仕留めきれんかったのが全てかな。でもレフェリーストップ遅かったと思うけどな。で、あと俺はもう結果論じゃなくて、これまで解説中に言ってたから、解説聞いてる人だったら分かると思うけど、最初の2、3分でめっちゃいいんやけど、ジャブとか、そう、カーブキックだったら手数多くていいんやけど、力使いすぎてたって。やっぱ5分3ラウンドなんで、その15分間でスタミナを全部使い切るような配分でやるべきと思うの、俺は。特に相撲出身っていうのは、やっぱりスタミナにね、難があったりとか不安があると思うんやけど、やっぱ自信にみなぎってたからああいう感じしたと思うけど、最初使いすぎてたと思うよ。めっちゃいいんやけど、やっぱ手数出しすぎて俺すごい不安だったし、それずっと言ってた解説の時に。手出しすぎって。もっとリラックスして、ジャブだけとか、手数多すぎたと思うな。いや、手数多い方が基本的にいいと思ってるけど、やっぱりスタミナに不安があるから、今の状況でやることじゃなかったと思う。もう1話の時点で結構ね、疲れてきてたし。で、まあ、レベルストップでいいと思うけど、ただ、アラトー選手も、そこまで聞いてなかったと思うね。聞いてたけど。でも別にね、失神とかレベルではなかったと思うんやけど、あの対応は良くないと思うけどね。やっぱ止められるよ、あれ、レベリーに。もっと組みつくとか、やっぱこう、仮面になってこういう状況なんで、普通のレベリーだとあれ止めてると思うよ。だからそこ、貴健心ちょっと運が悪いとこもあるんやけど、あそこは組みに行かんと、そんな失神してないのであれば。まあ、猛攻してるから分かるけど、片足タックルでもいいからなんかつく、ね、しがみついて、で、胴をね、組んだりとか。あれちょっと対応良くなかったと思うな。でも、あれまで止めんかったのびっくりしたな。で、ただでさえ疲れてたけど、あそこでちょっとね、スタミナ使い切ってしまって。で、そっからアラトーが前に出るのがもうめっちゃいい。アラトー選手も間違いなく疲れてるんやけど、やっぱ前に行くことで、もうどんどん削っていったよね。そう。俺ね、よく前に行った方がいいって言うけど、やっぱ下がってる方が削られるの、やっぱり。でも、下がるんだったらサイドステップ使った方がいいけど、ちゃんとサイドステップは使えてたんやけど、もう時すでに遅しだから、もう疲れ切ってしまったよね。めっちゃいい試合だったけど、アラトー選手めっちゃ好きだった。で、最後ちょっとパンチまとめられて、でもあれでストップはもちろん妥当なんやけど、これでね、貴健心側がストップかけられるんだったら1ラウンドもストップじゃないかなと思ったけど、やっぱ遅かったな、マジ1ラウンド。それは別に俺貴健心に肩入れしてるとか関係ないと思うけど。でもこの試合で貴健心はちょっと心をもしかしたら折れるかもしれんけど、俺は価値は下がらんと思うけど。ただただほんといい試合だったし、お互いのね、良さも見えたし、凄まじい成長が見えたし、貴健心のね。誰が見てもそうじゃない。やっぱジャブ使えるのがめっちゃ良かったし、サイドステップも良かったし。よかったもん。ただもうペース配分間違えたのと、ちょっとまあ運が悪い部分もあったとも1ラウンドで全部使い切ってしまって、最後のね、ところで。で、アラトーは俺めっちゃ好きになったなぁ、アラトー選手。ね、ちょっといろんな組み合わせ見たら、関根さんとか組まれそうやな、これ。
大晦日関根さんとか全然ありそうやな。関根さんはもう試合やめた方がいいと思ってるけど、ちょっといろんな見たいわ、荒藤選手、見た目もいいしな、マジファンになりました。で、貴景勝はね、マジでここから、マジポテンシャルはもう間違いないから、ね、今後の活躍もちょっと期待したいと思います。はい、では次いきます。次が、スダリオ強しどう、バーサスイムドンファン。これちょっとこれも正直フラストレーションたまったな。やっぱ貴健心の方がやっぱジャブ使えるよね。貴健心の、まあ本当ジャブ使えていいんやけど、スダリオはそれがない。結構大振りで一発で仕留めようって意識が強すぎて、だからやっぱりなかなか仕留めれんかった最初の方とか。いやもちろんめっちゃ強いんやけど、あとあんまり言ったらスダリオちゃん怖いんですけど、俺パンチと蹴りが完全に別々になってるよね。いや基本別でいいと思うけど、ミドルならミドルだけでいい、カーブならカーブだけでいいと思う。完全に別もんじゃない、パンチから蹴りとかも一回も多分ないんじゃないかな。で単発で蹴りは絶対終わるし、それがたまにでもパンチまとめてからカーブとかできたら俺だいぶ変わる気がするんやけど、でちょっと単発が多いかなっていう。で、イムドンファンでもよかったよ、俺もっと弱いと思った。映像ちゃんと確認したんやけどな。普段85キロでやってて、4日前のオファーで、これはすごいよ。またね、チャンス与えてあげてほしいし、いや、めっちゃ良かった。いい選手で、ね、パンチ早いし、右の攻撃も良かったしね。良かったと思うな。まあでもね、やっぱ、打撃って、もちろん重い方が有利ではあるんやけど、打撃のね、俺一番重要なことってスピードと思うの。そう。だから体重差だいぶあって、スダリオが有利ではあるんやけど、やっぱ軽いメリットもあって、そう、打撃に関してはね、組み技はちなみに 100% 重い方がいいから。そう、っていう俺の理論。そう、でも打撃はね、やっぱスピードが一番重要なんやけど、だから軽い分、スピードがあって、そこをやっぱなんか手こずってた感じがした。スダリオからしたら。自分よりだいぶ早いから動きが軽い分ね。そこのなんか差が出た気がするけどね。でも最後やっぱ仕留めるあたりがもうスダリオね、さすがって感じやし。で、スタリオはやっぱしっかり5分3ラウンドのペース配分できてるよね。もうちょっと手数出してほしかったけど、でもしっかりちゃんと考えて冷静に。まあでもそれは、貴健心との違いは、やっぱ経験の差もでかいと思うけどね。やっぱ試合数が多いからスタリオの方がだいぶ。めっちゃ冷静でちゃんと5分3ラウンドでスタミナ使い切るような感じしてるよね。で、最後ね、アッパーで仕留めたのももうさすがやし、素晴らしかったと思います。はい。そんな感じかな。ちょっとヘビー級人材不足なんでそんなに見たいカードないですけど、まあ、アラトーとスダリオもいいと思うけど、それはそれでも確かに面白そうやな。スダリオ対アラトー、それもありやな。それいいよね。それもちょっと見たいなって思います。はい。では次いきます。あと2試合、第12試合太田忍 VS 佐藤翔子。まあこれがもう実質メインですよね。なんで所さんがメインなのかちょっとよくわかんないですね、俺は。で、この試合なんですけど、いや佐藤翔子強いわ、マジで強いし、なんかかっこよかったらなんか達人って感じがして、 MMA ので、さっきちょっとチラッと言ったけど、ほんと勝因は一個一番大きいのが前に行くからと思うよ。もう最初から行くもんね。普通の選手にはいけるんやけど、みんなも、でもやっぱ例えばまあグラップラー相手、まあ、例えばクレベルとか柔術系とか、あとまあ太田忍みたいなトップレスラー相手にはもうやっぱみんなテイクダウンされたらやばいっていうのはあるから行けへんの。でも俺はグラップラーやから分かる。そういう風に警戒してる方が全然入りやすいから。そう、結局こっちのペースで戦えるもん。俺の、例えば俺のタックルを警戒してくれてたら、こっちのペースで主導権握れてるっていうか、それを気にせず行くやん、前に。それがいいよね。で、さらに、他の選手の違いで、前に行くのも当然とかいいとして、タックルずっと入られて、白いだ。やっとブレイクになった。で、普通にちょっと休憩したいとこを前に行くよね。あれ、太田忍嫌だったと思うよ。めちゃくちゃ。ブレイク後に前に行くの。あれめっちゃいいわ。マクレガーとかもそうでね、俺そういうとこ好きなんやけど。そう、ブレイク後こそ、お互い疲れるところに前に行くべきで、ずっと前に行くもんね。だからもうずっとゴテゴテになってて、太田忍は。素晴らしかったなぁ。いやぁ、マジレベル高かった。ね。で、まあ、この判定は、どう考えてって佐藤翔子やろ。俺ちょっとびっくりしたんやけど、ちょっとムカついたわ。ね、中井祐希さんのことは尊敬してますけど、3ラウンド終わった時に、俺はどっちかって言うと太田忍が勝ったと思いますみたいなこと言ってて、ってもうちょっとね、もう、おかしくなりそうだった、マジで。てか、おかしくなってた。どう考えたらそうなんの。てか、もう一回だけ確認させて。ダメージ優先って話じゃないの、これ。ダメージ優先ってことやんな、これ。俺、そう聞いてるから、もう、佐藤翔子も間違いないと思ったんやけど。
で、誰あの、太田忍ぶりつけたの。で、太田忍も別に攻めてるわけじゃないじゃん。ほんと、素晴らしい試合だったけど、なんか冷めるわ。マジで。これで太田忍ぶりつくのが。だってダメージ優先でダメージなんか与えてないやん。うん、ずっと組んでいってたけど。なんか冷めるわ。てかもうそれで、これでね、太田忍の勝ちになるんだったら、全員に勝てると思うよ、太田忍。世界中の。ほとんどのやつに勝てると思う。ずっと組めばいいから。しのがれたって。そう思わん？マジ冷めるわ。ムカついたな、これ、この判定。だって別に何も刺してないもん。組んでいってるだけで。てか、ダメージって話だったよな。ねえ、俺、太田忍の何がダメかって。で、今日全然打撃やってなかったけど、そんなことはそれでいいと思う、本当に。俺本人にも言ったことあるし。打撃なんかやる必要だよ。これでいいと思うんやけど、でもやっぱり寝かしきらんと厳しいよね。で、今、ベクトルをずらされんの、佐藤翔光に。ずっと半身にされて、後ろ向かれるんやけど、そっから打開策がジャーマンしかないから、厳しいよね。だから足を入れんの。うん。で、俺、ジャーマンでもいいと思う。一回やってる2ラウンドか、なんかに。ジャーマンスープレックスをして、でそんなことほんともう意味ないんやけど、ジャーマンなんかダメージにならんないけど、そっから向き合って上取った時やったら2ラウンドから、あれでいいよね。そうジャーマンから、そうその倒し際に上取る、そうちゃんと向き合って。ジャーマン自体は意味ないけど、てかそれかそれかというかもう足やけどね。うん、やっぱ佐藤翔光で後ろ向くからテイクダウンでなかなか難しいけど、充実家相手に、まあ充実家もその辺の充実家だったら対応できると思うけど、トップの充実家相手にあんな後ろを見てたらバック疲れてやばいと思うよ。足入れられて。うん、やっぱそこのもう意識がないもんね。足入れようっていう、そもそも。後ろついたらもうどう食らってしかないから。それは攻略できんよ。うん。やっぱ足入れんと。それこそ、そのまま乗ってもいいけど、ジャーマンして浮かした時に足入れたりとかしたいよね。それができてたら全然話変わってたと思う。うん。感じから、でも追った忍もうマジで、このキャリアで、いやほとんどまだ何試合だって4試合ぐらいしかやってない中で、この相手と戦ってこんな僅差の判定までいくってすごいけどね。すごいと思う、マジで。すごいよ。これはもう誇りに思っていいと思う。こんな大ベテランの超強豪相手に。と思うけどね。これじゃ佐藤翔光の存在でバンタム級がめちゃくちゃ面白くなってきたね。これはもう見たい組み合わせいっぱい。でも俺、朝倉海と井上直樹には勝てへんと思うけどな。やっぱグラップラー系にはもうマジで、天敵みたいな相手と思うけど、マジで。一番嫌と思う。元屋台佐藤翔吾とかもいいな。俺佐藤翔吾勝つと思ってしまうけど。ただ、一個難点っていうか、正直パンチは軽いよね。パンチはそんな重くないなと思っちゃったけど、やっぱ、でも、ちゃんとまとめるのいいよね。単発で全然終わってない。やっぱこうやってコンビネーションまとめるのがほんと大事。ね、MMA ファイターでもほぼ単発やけど、まあ基本単発でもちろんいいんやけど、でもやっぱコンビネーションまとめるときも必要やし、めっちゃ良かったと、下からの攻撃ね。やっぱ太田忍には俺、膝とかアッパーとか下からの攻撃が有効と思うけど、構え的にもタックル入ってくるから、それも、ね、カウンターで当たったりもするし。素晴らしい攻略でした、本当に。レスラー相手のね、攻略のお手本。そう思います。で、太田忍はね、まだまだチャンスも来るでしょうし、大晦日見たいけどね、それぐらい資格あると思うけど、太田忍って。本当でも太田忍は負けてしまったけど、UFC とかでも、世界でトップにね、トップ層に勝てる可能性がある、本当に数少ない日本人と思うんで、ね、今後も焦らずじっくり育てていければいいんじゃないかな、ライジンとしたら。とにかくバックキープと思うけど、俺、一番は。こんだけレスリング強かったら、別にね、打撃なんかやらんでいいから。そう思うけどね、はい、そんな感じです。では、次いきます。最後が、所秀夫 VS、アラン・ヒロヤマニハ。これはね、あんまケチつけたくないし、46歳の所さんがメインイベントね、今張ってて、2005年だったのがノゲイラ戦でね、激勝して、そっからずっと日本の MMA の中心でいて、地上波にも何回も出まくって、それが今ね、46歳になって、ライジでメイン張ってるってほんとすごいと思うし、ね、そこをケチつけたくないんですけど、まあ、ね、判定で、僅差の判定で山には勝ったんやけど、所さんも動きもちろん良かったよ。全然いい動きだし、46歳で化け物やなと思うんやけど、なんかそんなことより山にあの動きがすごい悪いように見えた俺は。なんかすごいなんかいつもより細かったしコンディション不足に見えた俺は。まずそれが気になった。で、もうマジで盆栽とかね、また盆栽の、ね、関根さんのことあんだけいじったから盆栽の人はみんな俺のこと嫌いとは思うんやけども、さらに言わせてもらうけど、やっぱ盆栽の弊害とか充実の弊害とか、下になっても立とうって素振りすらないよね。もう素振りすらない。下になったら下になったらもう一回じっとしてガードに戻すだけっていうか、これ MMA なんですよ。充実じゃないからマジでって思った。ごめんね。関根さん見てる？関根さん仲直りしたいんやけど俺。でもそう思った関根さん俺。そう、もう下になって。
で、所さんにもポジション取られすぎやし、何回も簡単にしたんだって、そっから返すそぶり一切ないし、マジで。何やってんの？で、パンチで打ち合ったら全然ね、敬語できそうなのに、もうそれも全然やらんし、もうようわからんかった。これはなんか所さん、いや、頑張ったよ。すごいと思うんやけど、なんか看護師さんとかでそんなんで終わらせたくない、マジで。山にやがちょっともう思ってたの違うかった、俺。全然敬語できてたと思うけど。マジで。俺がコントローラーで操作してたら、その山にやの能力でも。なんであんな簡単にしてんだろうかもわからんし、マジで。でもやっぱ所さんはすごかったよ。それは本当にもうね、すごかった。そんなこと分かってんねんけど、46歳で、ね、ちょっと打たれ弱くなってる感じはするけど、寝技の動きとかもいいもんな。ね、最後の膝十字とかもね、ちょっと言ってほしかったけど、ね、そんな感じかな。でもメインが正直締まらんかった。これはもう別に所さん悪くないんやけど、やっぱ佐藤翔光対太田忍がメインだった方が締まった感じはしたけどね。やっぱ昔だったらでもこれも潮試合で終わってたと思うけど、太田忍と佐藤翔光って。でも今のね、MMA ファンは目が超えてきて、こんな試合も楽しめたんじゃないかな。ね、俺はめちゃくちゃ楽しめたけど、メインはそんなにだったけど、俺はこの試合めっちゃ楽しめた。面白かったね。そんな感じかな。今日も長々と喋りましたが、次がアゼルバイジャン大会か。結構時間空くね。で、そっから大晦日だけかな。なんかライジン頑張りないのがちょっと寂しいですが、ちょっとまあ他の大会もなんか重要があったらやっていこうと思っているので、皆さんこれからもよろしくお願いします。あ、ちなみにチャンネル登録者数3万人いったんですけど、もうちょっとあまりにも思った以上にペースが早かったんで、3万人になるのが、Q&A コーナーはちょっと5万人になったら、やろうと思ってます。はい。5万人までちょっと待ってください。そんなもう頻繁にやりたくない、あれ。もう6時間半とか拘束されて、マジで。ノーギャラでやらされて。5万人になったら絶対やるから、ごめんね。期待してた人がもしいたら。はい。そんな感じです。はい。では、今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。終わります。